朝から顔を合わせるたび僕に祝いの言葉を告げているが、一体何の意味があるんだ。おめでとうの気持ちを伝えたいだけか。お前にとって誕生日はそれほど特別なんだな。では僕もお前の誕生日にはたくさんの祝福を授けてやろう。サバナクローに興味があるのか。いいぜ、うちの寮の流儀ってやつを教えてやる。この仮装はドラゴンではない、竜だ。トリックオアトリートだったか。菓子を渡さなければいたずらするまでだ。お前はどうする？